かがお過ごしですか。口コミルンルンスタートです。はい、この番組は月1回の更新でまるちゃんまみさんのハッピーコンビで30分間お届けいたします。はい、さて今回の番組内容です。はい、今年も最後の月となりました。12月です ね、 ですね、早かったですよ ね、 いいすね、はい、ということでラジオ稲内地総研、今年を振り返って2016年の出来事を紹介したいと思います。はい、そしてまるちゃんのジャパニーズスタイルです。はい、今回はですね、江戸のことわざ最後といたしまして、馬と羊を お知らせいたします。はい、はい、そして続いてヘルシー情報や、そしてイベント情報なども含めて紹介してまいります。はい、どうぞお付き合いください。はい、この番組では皆様からの口コミもお待ちしております。はい、宛先を申し上げます。 info-m@tb171.net info-m@tb171.net までお寄せください。お待ちしています。それではこのコーナーからスタートしてまいります。はい、ラジオ稲内地総研です。今年ももう残すところ何日かとなりました。そうですね、早いですね。はい、ここからが早いですよね。早いです ね、 ね、もうクリスマスお正月っていう感じでね。はい、まずは大掃除ですね。そうですねいかがでしょうか、日程は。なんか去年はすごく洗剤のね、はい、ご紹介をいたしましたよね。はい、いろいろカビ取りとか。はい、はい、そうですね、まあ、私は一年中比較的ほこりをはたいたりとか、はい、タンスの上にあるものとかチェストの上とか、はい、クローゼットとか、まあ、一応きれいにしていますので、はい、年末のお掃除といってもそんなにはなくって、はい、フローリングのワックスをかけたりとか、なるほど、玄関のお掃除とか、うん、だいたいそのあたりで済むので、まあ、半日ぐらいで済むんですが、まるちゃんとこはいかがですか。私はもう大掃除は大変です。はい、普段手を抜いていますので、はい、で先日ですね、コストコってご存知ですか。はい、大きなスーパーみたいなところで、はい、なんか使い捨て雑巾みたいなのが はい、ありましてね、はい、すごくよく拭けるんです。はい、何でもよく落ちて気持ちいいんです。番組で見てました、テレビで紹介されていました。そうですか。はい、それをね買いましたものですから、はい、この間からそこら中面白くて吹き回っております。 あれはすごく簡単 で、 で汚れて真っ黒になっちゃったらもう捨てていいという、またゴミを増やして申し訳ございませんが、結構安いんですよね。らしいです ね、 ね、私値段ちょっと見てこなかったんですけれども、ね、たくさん入っていて、そう、割とそしてリーズナブルで、あと、はい、ほのかに香りが残るのと、はい、無臭のと両方あるんです。あ、そうですか。はい、から場所によってね、はい、その使い分けて、はい、水屋なんかもとても綺麗になるんです。あ、はい、ぜひ探して、はい、サイトで探してみてください。皆さんもお使いください。忙しい時期にちょっと振り返ってみたいなと思います。はい、2016年いろいろなことがありました。はい、はい、ざっとこう行きましょうかね、駆け足で。はい、はいはい、まずは、九州での震災と復興状況なんですが、はいはい、九州地方初となる震度7を記録しました。熊本、大分を中心に死者が49名、関連死が17名で、テレビ局による不祥事も相次ぎました。はい、そして世界同時株安、はい、そしてマイナス金利政策、はい、日銀、はいはい、戦後初となる年明け6営業日続落を記録しまして、日経平均株価は2015年年末の1万9000円台から1万6000円台まで下落しました。中国市場の暴落や北朝鮮問題、中東問題、原油の価格の下落などマイナス要因が相次ぎました。はい、そして、ヨーロッパなどに続きまして日銀もマイナス金利を採用しまして、はい、銀行に対して預金を使え融資せよとの姿勢を示しなさいということになりました。はい、そしてセンテンススプリング、はい、文春です。はい、はい、週刊文春いろいろありました。はい、まあ、下数関係ということだけお伝えしておきましょう。はいはい、そしてシャープ買収、はい、台湾ホンハイ精密工業、はい、まあ、大阪の企業なんですが、残念ながら日本の企業ではなくなったんですが、最近はコマーシャルも増えてまいりまして、はい、頑張ってきているなと思っています。応援したいと思います。はいはい、そして民主党削減、はい、そして消滅ですね、すいません、はい、そして民進党結成、はいはい、そして北朝鮮ミサイル発射、はい、1月の水爆実験に続きましてミサイル衛星を発射しました。日本政府は事実上の長距離弾道ミサイルだとして非難をしましたが、中国ロシア含め非難声明を発して、国連安保理では全会一致で北朝鮮制裁決議が採択されました。はい、3月だけで5回の発射ですね。その後も続いていますが、国連安保理での北朝鮮制裁や定例の米韓軍事演習、安保理決議に賛成した
中国との不仲などが主な要因になっています。日本でも PAC-3 が常用展開となるなど対策に追われました。そして自家熱流行、はい、子どもたちへの影響が心配になりました。 WHO が緊急事態宣言を発令しました。中南米を中心に猛威を振るい、2月末には日本国内でも感染者が確認されました。はい、そしてプロ野球現金やり取り問題、はいはい、この表現でお伝えしていたかどうか分かりませんが、はい、巨人に続きセパ6球団で発覚しまして、賭け事ではあるがあくまでも験担ぎであり、野球賭博とはならないようにメディアによる現金やり取りという優しい言い方に、まあね、いろいろこう意見ありますよね。難しいところですね、はいはい、続いて、そして消費税増税延期、はい、2019年10月まで延期されまして、これまでの公約とは異なる増税延期判断について参院選で任を問うことにしました、はい、そして AI 人工知能、はい、Google の子会社が開発しましたアルファ5と、現囲碁界ナンバーワンの李世銅氏の対局で一躍人工知能 AI が注目の的になりました。すごいことまで機械でできるんですよね。なんか嫌ですよね、なんか ね、はい、そして G7 外務大臣広島訪問、はい、原爆ドーム資料館に参列しまして、アメリカのケリー国務長官が米国国務長官として初となる見解を行いまして、国内外のメディアで注目を集めました。そして現職の大統領、まあ、あのオバマさんなんですけれども、はい、17分にわたるスピーチが一躍英語教材になり、はい、原爆投下についての謝罪は行わず、うん、原爆投下時の市民の苦しみは表現しきれず、私たちは皆歴史を直視する必要があると述べるにとどまりました、はいはい、そして G7 伊勢志摩サミットです、はい、世界経済のリスク共有ほか、中国の海洋進出 IS のテロ、ロシアのクリミア併合などを非難する声明が発表されました。安倍総理の世界経済はリーマン級危機という言葉も、まあ、いろいろなところで話題となったということです、はいはい、そして舛添元東京都知事金銭疑惑、はい、別荘への公用車通いから始まり、うん、続々と政治資金の結構小さいものが多かったですよね。そうですね、なんかちまちましてましたね。私的流用疑惑が浮上しまして、はい、釈明会見を行うも第三者の調査中と述べるにとどまりまして、不適切だが違法ではないとした名言も残し辞任をいたしまして、まあ、今はあの新しい方になっているんですが、都議会での不信任決議案の提出前に逃げ切ったということも残っています。さっと消えられましたよね、はい、そして日産三菱自動車買収、はい、ミラージュを除く現行車種すべてで不正が発覚しました。社長が辞任を発表いたしまして、時同じくして日産が三菱自動車の買収を発表いたしました、はい、そしてパナマ文書公開、はい、4月に注目を集めましたパナマ文書の完全版で、日本関連としてはソフトバンク、伊藤忠商事、三井物産、丸紅、個人では楽天の三木谷社長、 UCC 上島コーヒーの上島社長などがリストに記載されていました、はい、そしてイチローが日米通算4257本安打達成、はいはい、メジャー歴代1位のピート・ローズの4256本安打を上回りまして、次いで、こちらですよね、はいはい、そしてイチローメジャー単独3000本安打達成です。おめでとうございます、はい、メジャー単独で3000本安打を達成しまして、メジャー史上30人目の快挙、日本人アジア人としては初めての3000本安打達成後のイチローの涙が注目を集めました。グッときましたね。そうですね、はいはい、そしてポケモン GO です、はいはい、日本含め世界各地で大ヒットしました、配信されたほとんどの国でアプリランキング1位を記録しまして、その一方でポケモン GO に関連した事故事件も未だ続いています。そうですよね、はい、なんか私たちの世代の人がね、はい、あのよく動けるから散歩をしながら流行っていますね。まあ、やはりあの使うところは注意をしていただきたいと思います。そうですね、はい、参議院選です、はい、自民公明が議席を大きく伸ばしまして121改選議席のうち、70議席を2党だけで獲得をしました。これにより憲法改正発議に必要な3分の2議席を確保しました、はい、そして小池百合子東京都知事当選です。はい、舛添さんの後ですよね、はい、無所属ながらも291万票を獲得しまして、2位の舛田さん、こちら自民公認の舛田さんに100万票以上の差をつけた歴史的な大勝となりまして、小池都知事の旗振りから一躍話題になりました。一方、ですね、豊洲市場は安全なのかと、誰が盛り土をなしに変更したのかという2点が注目されています。はい、そして天皇陛下生前退位報道、はい、
宮内庁は否定、政府も皇室典範の改正が必要だとして、慎重な考えをしています。体力の衰えから天皇業務遂行が難しいと発言されました。憲法との兼ね合いからあくまでも大位示唆であり大位表明ではなかった。今後の政府内での生前退位の特例法が策定される見込みです。はい、そしてリオオリンピック、はい、記憶に新しいですよね、はい、日本は過去最多となる41個のメダルを獲得しました。素晴らしかったですね、はい、特に男子陸上400メートルリレーではトラック種目歴代初めてとなる銀メダルを獲得しました。そうですね、はい、そしてリオオリンピック閉会式の、東京オリンピック PR に安倍さんが安倍マリオとして登場しまして、一躍、ね、安倍マリオじゃなくてマリオですよね、はい、安倍マリオが、話題になりまして、そして安倍総理がつけていた腕時計にも注目が集まったそうです。はい、はい、そしてスマップ解散、はい、年末の紅白歌合戦で最後となるのでしょうか。ジャニーズ事務所より公式発表されまして、今年12月末をもって解散します。メンバーは事務所に残り、それぞれソロ活動を行う見込みです。はい、そして橋下流行、はい、はい、累計100人規模が感染しまして、バリ島旅行者が現地で橋下を感染し、そのまま関西国際空港に入港しまして、集団流行につながりました。はい、そして君の名は、はい、興行収入が、はい、194億円突破、はい、すごいですね。今でもすごい人気で毎日のように報道されています。はい、国内で公開されたアニメ映画では、はい、ジブリ、ディズニー以外では初めて、関連小説も軒並みヒットして、聖地巡礼などもされているそうです。はい、そしてセリーグ広島優勝、はい、はい、25年ぶり7度目となるリーグ優勝に、まあ、この他にもですね、広島でなく、横浜 DeNA が球団史上初となる CS に、まあね、進出を決めましたけどね、はい、はいはい、そして次はパリーグ優勝です。そして日本一にもなりました、はい、北海道日本ハムファイターズ、すごい、はい、プロ野球日本ハムが10年ぶり3度目の日本シリーズ優勝、これも見てました、ものすごく感動しました。はい、まさか、ね、2勝している広島を抜いて優勝するとは思えなかったんですが、です、ね、す栗山監督下では初となる日本一で、大谷君サインされました、2億7000万円、すごいどうなるんでしょうかね、はい、このままずっと日本ハムにいられるんでしょうか、メジャーに行くんでしょうか、注目になりそうです。はい、そして PPAP フィーバー、はい、I have a pen ということで広がっています。ね、世界各地で真似をする人が続出をいたしまして、はい、公式の動画が YouTube 週間再生数世界1位を記録する盛り上がりを見せて、紅白歌合戦の企画枠にも出演されるそうです。はい、はい、そしてノーベル賞ボブ・ディラン、はい、はい、歌が、まあ、よく知られている方なんですけれども、はい、文学賞を受賞するもシカトを決め込みまして、2週間受賞は喜ばしいとの声明を発表するも、受賞式に参加するかどうか不明というままで、そのままになっています。はいはい、そしてアメリカ次期大統領がトランプ氏になりました。はい、間もなくでしょうかね。はい、民主党のクリントン候補との接戦の末、日本では、もっぱら安倍総理との非公式会談や TPP についての話題も多くなっています。はい、そして韓国のパククネ大統領辞任表明、はい、やっとですね、はい、はい、そして博多陥没事故、はい、JR 博多駅前の大通り沿いで陥没事故が発生しました。1週間の突貫工事で道路が修復して、海外のメディアからも称賛の声が上がりました。ものすごい早かったですね、はい、びっくりいたしました。はい、はい、どうなるかと思いましたが、そして逃げ恥ブーム、はい、ご覧になってるんですね。はい、逃げるは恥だが役に立つ、はい、はい、視聴率は初回 10.2% から 16% 台まで上昇、すごいですね。すごいです、ガッキーが可愛いんですよ、うん、はい、特に ED でガッキーと星野源が踊る逃げ恥ダンスが人気になっています。はい、とても可愛い踊りで、はい、はい、スポーツです。はい、錦織圭、日本人アジア人歴代最高位となる世界4位に、はい、一郎さんと同じく嬉しいですよね。テニス現行のポイント制の下での、歴代最高位は、まあ、参考記録としては1933年に佐藤二朗さんが世界3位に、そして女子では、久留米伊達公子さんが1995年に世界4位を記録しています。はい、
そしてユーキャン主催広島カープ優勝に際して使われました紙ってるが年間大賞になりました。今年の流行語大賞、はい、ここまで来ると本当に年末来たなって思いますよね。そうです ね、他にもいろいろあったかなと思うんですけど、あと、ね、今年の漢字が決まりますよね。もうすぐね。そうですね、はい、そこまで来るともう絶対もうねおせちの準備とかもしておかないと焦りますよね。そうですね、はい、続いてです、はい、日本人宇宙飛行士大西卓也さんが国際宇宙ステーションから帰還、はい、約4ヶ月の滞在を経ました、はい、無事帰ってこられてよかったですよね、はい、よかったです、はいはい、大西卓也さんなんですが1975年生まれで元アナのパイロットの方で、はい、34歳の時に JAXA 宇宙飛行士に転向、でそして日本人11人目となる宇宙滞在者となった。宇宙行ってみたいです。行ってみたいけど、はい、なんかねやっぱり地球の方がいいかな、はい、そして私たちの思い出といいますとどんなことがあったんでしょうか。今年はそうですね、はい、私はあの個人的には佐渡島の旅行がちょっと楽しかったですね。いろんなゴールドラッシュですね、はい、あの砂金も救いましたし、はい、あの時も見ましたし、はい、たらい船にも乗ってきましたし、はいはい、初めての佐渡島だったので結構旅行行ってますよ ね、 毎年ね。結構行きましたね。芝桜も見に行きましたね、はい、富士山のふもとに、はいはい、いいですね、まあ、あの私あの日本海側 の、 その佐渡とかは、はい、佐渡とそれから秋田方面は行ってないんですけれども、なるほど、やっぱり空の色が違うんでしょうかね。どうでしょうか ね、 ね、はい、でまあ、私の方はですね近場で行きますと、はい、春先に当時のライトアップ綺麗でした。桜のライトアップを見てきまして、ね、はい、そして飛鳥村にも、お仕事で少し行かせていただきまして、うん、奈良の長谷寺にも行ってまいりました。そしてちょっと打足をしますとですね、あの2月に来ましたモニャリザ展覚えておられますか。猫のね、はい、猫の有名なそうです、はい、名画をですね猫で演出されたその展示会も見てきましたし、楽しかったですね、はいはい、そして、万博公園にありますニフレル動物園のような、まあ、触れる近くで、はいはいはい、動物に触れることができるというような、まあ、あの新しいエキスポシティのところでですね、はい、体感もしてきましたし、はい、また最近では、北海道の短期間の旅行にも駆け足旅行、ね、行ってまいりまして、はいはい、イルミネーションも見てきたんですが、まあ、今日ぐらいからかなり大幅なイルミネーションがアップされているということ で、 で、ね、このイルミネーションは、はい、冬のイルミネーションは北海道が一番先駆けだったと言われています。すごい北海道から始まったんですね、はい、そうなんです、はい、そして3月の14日来年の、ホワイトデーまで続けられるということです。神戸のルミナリエも綺麗ですね。あ、そうですね、はい、そして2人の思い出としましては、はい、森山での上田さんのところでの収穫をさせていただきました。黒豆枝豆たくさんいただいてきました。ありがとうございました。とっても美味しかったですよね、はい、来年はどんなことしましょうか。そうですね、いろんなとこ行ってみたいですね、はい、そうですね、はい、それとなんか、はい、あの楽しいゲストもお呼びしたいし。そうですね、はいはい、あのもし番組をご覧になっている方で番組に出てみたいわとおっしゃる方があのおられましたぜひぜひお申してくださいませ、はい、よろしくお願いいたします。はい、以上ラジオ稲市総研2016年の出来事を紹介いたしました。はい、まるちゃんのジャパニーズスタイルです。はい、今回はですね、猿から始まりました江戸のことわざなんですが、はい、この今回は馬と羊、はい、両方行ってみたいと思います、はい、まず馬なんですが、馬を牛に乗り換えるまたは牛を馬に乗り換えるっていうのがあるんですけど、はい、これは馬は優れたもの牛は劣っているものっていう風に例えてあるんですね。あ、そうなんですか。牛年の私としましてはあまり面白くないことわざなんですが優れた方を捨てて、はい、劣った方を取るという意味と、はい、牛を馬に乗り換えるのは優れた方に乗り換えるという意味なんだそうです。そうです、はい、そして馬を鹿なんて読みます。はい、馬と鹿バカ。そうです。これは間違ったことでも権力で押し通すことです、はい、鹿を見て馬って言ってしまったんですよ。で馬を見て鹿って言ってしまったっていうかね。それで違っているのにもう私は偉いんだ私の言う通りだっていうことで権力で押しつぶしてしまうというねそういう人をバカって言うんですね、ということでございました。それは地方によって違うんでしょうかね。関西ではそれはアホって言うんでしょうかね。ということですね、はい、そして馬脚を表すバレてしまうということです。馬の足をしてお芝居なんかにちょっと出てきますよね。馬の中に人間が入って、はい、でそれで人間の足がちょっと見えてしまったことを言うんですね。それは一生懸命やっててもバレてしまう化けの皮が剥がれるという意味だそうでございます、はい、そして馬の耳に念仏、
これは馬が念仏などを聞いても少しもありがたがらないということから意見などを言っても聞き入れようとせず無駄であるということ。のれんに腕押しとかも言いますよね、ぬかに釘とかね、はい、いろいろ言い方がありますが、はい、馬の耳に念仏です、はい、そして馬には乗ってみよう、人には添うてみよ う。馬には乗ってみないと馬のことがわからない。乗ってみないってことあります、はい、馬乗ってみないってことあります、はい、あります。でも鳥取で、はい、なんかあの年取った馬でしたなんかもう競馬馬からちょっとこうちょっと引退したような馬たちがいまして、そこへ乗りましたね、はい、あ、私あの少し乗馬をさせてもらったことがあって、いいあのパカパカと気持ちが良かったです。いいですよね、はい、あの近くにもあるのでね、はい、一遍の乗りに行きたいんですけれどもね。それ来年しましょうか。あ、本当ですか、はい、やってみたい、はい、もう今の続きです。馬には乗ってみないと分かんない、人にも添うてみないと分からないということですね、はいはい、そして、天に住むという馬がですね、自由自在に大空を駆ける、天馬空を行く、はい、これは自由奔放でとらわれることがなく、はい、何者にも妨げられないことを言うそうです、はい、そして馬ばっかり行きましたけれども、羊も少しあります、はい、羊、幼鳥、羊の鳥と書きます。これは羊は草食動物で、はい、腸が長くて曲がりくねっていることから、山道などがねくねくねっと行方にも曲がりくねっていることを言います。腸の中綺麗なんでしょうね。そうでしょう ね、はい、私の腸はねポケットがいっぱいあるんです、はい、羊を持って牛に飼う、はい、これは小さなあのものを大きなものの代わりにするということで、あの大は小を兼ねるの逆ですね、はい、またいくらかは違うが本質には変わりがなく、大体において同じだからこれでいいじゃないっていうような時に羊を持って牛に飼うと言いますね、はい、そして、軍用を買って猛攻を攻む、はい、これ、羊を集めて虎を攻めるという意味です。弱い国でも数多く連合させて大きな国に対することの例えだそうです、はい、そして滝防用、滝にわたっていろいろありますという滝ですね、それに、亡命の亡、そして羊、滝防用です。これは方針がいろいろあってどうしてよいか迷うことを言います、元逃げた羊を探しに行きましたが、枝道が多くてついに見失ってしまったということから、こういうことが言われるようになりました、はい、ということで馬と羊なんですが、はい、これで一応ねえとのことわざ終わりました、ね、牛、虎、う、たつみ、馬、羊、猿、鳥、そうです、そうですね、猿から始まりましたから、はい、羊で終わりましたけれど、はい、皆さんの干支のことわざたくさんありましたか、ね、はい、私はちょっと牛ですのでね、はい、ゆっくりなさってください、はい、ありがとうございます、はい、来年はまたねあの楽しいこと考えたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。では続いてです。ラジオいないちヘルシーマミ情報です。今回はいろいろたくさんの方が集まる季節でもあります、はい、そして、年末のパーティーと言いましたらクリスマスパーティーだったりとか、はい、おせちだったりとかお正月ね多くなりますよね、はい、そういうパーティーとかね、そんな時にどういったものを作られることが多いですか、はい、やっぱり食べやすくて、はい、そしてなんか彩りが綺麗で、はい、そうですね、はい、そしてなんか美味しいものですね。 お得意なものありますか。中華ちまきが好きなんです。あ、そうですか。中華ちまきはね孫も大好きで、はい、あのよく作るんですけれど、はい、大きさってどのぐらいのものですか。あのね、一つずつなんていうのかな、ホイールに包んで蒸すこともあるんですけれど、はい、炊飯器でまとめて作ることもできるんです。あ、ホイールでするんですか。あの竹の皮では本当は竹の皮なんですが、はいはい、なかなか手に入らないので、はい、ホイールで蒸すんですけれど、はい、炊飯器でした時は、はい、ちゃんとおにぎりにして、はいはい、テーブルにどうぞっていうか、はい、ちょっとねちょっと美味しいんです。腹持ちもいいし、ね、味がついていますの で、 そうです、ね、お酒にもごま油の香りがとても良くて、はいはい、タケノコとかエビの干したのとか入ってますので、はいはい、美味しそうですね、はい、まあ、それも役立てていただきたいと思いますが、はいはい、まあ、ホームパーティーに役立てていただこうと思うメニューがですね、インターネットに載っていましたので紹介をしたいと思います、はいはい、まずはやっぱり先ほどおっしゃっていただいたような大皿料理ですね、うん、彩りよく、はいはい、中華ちまきもですね、はい、たくさん持って、うん、お皿に持って、はい、もう自由に取ってねっていうような状態にしておくと、ね、はい、ね、食も進みますよ ね、 すね、食べ過ぎ厳禁ですがまあ進みます。そんな中で、はい、ご飯物というと、まあ、先ほどの、ちまきもいいですし、はい、玄米のおむすびなんかもお酒にも結構合いますので、合いますよ、ね、役立てていただけたらと。ちょっと辛めの梅干し入れて、そうですね、はい、でそしてご飯物というとやっぱり洋物のパエリアなんかもかっこいいんじゃないでしょうか。かっこいいですね、はいはい、結構ねパエリアって炊いてそのままトッピングしたら結ばなくていいですし、あれなんか広
平べったいお鍋ですよ ね、はい、ね両方にとってまして、はい、そのままとかはい、パエリア鍋でもいいですし、オーブンで作られる方は耐熱容器のこう、ね、はい、丸いパイレックスのお皿とかも使っていただいたら、はい、もうポンって出すだけ で、 そうです、ね、この頃パエリアの素っていうのがあります、はい、ありますね、はい楽でいいですよね、はい、それとかあとは普段ね、ミートボールとか肉団子とかよくお作りになってると思うんですが、ね、はい、なんか丸っこいものにして、つくねにして揚げたりとか甘辛くしてみたりとか、ね、その中にお豆腐ちょっと忍ばせて団子を作っていくとヘルシーにも、うん、そうですね、はい、たくさん食べていただいても大丈夫です。レンコン入れても美味しいですよね。美味しいですね、はいはい、そしてその横にはやっぱりサラダも欲しいので、今日私が着ている赤にぴったりな赤とグリーンでアボカドですね。アボカド、はい、赤は何ですか？人参トマトですね。トマト、はい、トマトとか人参とかでいいんですけども、はいはい、トマトとアボカドすごく相性がいいです ね、 合いますね、はい、オリーブオイルとレモン汁とかバルサミコ の、 白いバルサミコとかワインビネガーとか使っていただいて、お塩と絡めるだけで、はい、もうそれだけで色も綺麗ですし、食べやすいかもしれないですね、はい、特にね、アボカドはビタミン C のあるもの、酸味のあるものを絡めますと色の変色が少なくなりますので、なるほどね、はいはい、パーティーの、そうそう、置いとくとなんか暗くなってきますからね。パーティーの終わりまで綺麗な色で保つことができます、はい、そして続いてはですね、ご存知でしょうか、アヒージョです。知らないです。アヒージョってなんか暑いぞみたいな、はい、まあ、暑いんですけどね。暑いんですか。オイル漬けみたいな、ガーリックオイルで、煮たものをそのままくつくつとあったかい鍋のまま出していくんですね。オイルで煮るんですか、はい、はい、オイルフォンデュというわけじゃないんですけど、火はついてないんですが、耐熱の容器でしっかりとガーリックとオイルと入れて、そこにエビとか魚介類とか、まあ、キノコとか、アヒージョ、アヒージョ、はい、これね割とねヒットで、地中海料理のお店とかスペイン料理とかイタリア料理のお店でも結構出していまして、人気で、簡単で人気です。もうそれ入れて入れとくだけです。入れとく、オイルにつけとくだけで、はい、やっぱり楽なものが流行りますよね、はい、そしてピンチョス、カタカナ続きます。ピンチョスね、はい、その通り、ピンで刺して、あ、ピンってね、はい、そうですね、はい、まあ、可愛らしいピンが今いろいろ売っていまして、はい、ハートの方のピンだったりとか、プラスチックの、ね、はい、可愛いの動物型であったりとか、はい、ありますね、そこにお野菜とか、はい、まあ、プチトマトとキュウリだけでもいいですし、うん、それ以外に何か作ったもの、こんにゃくを炊いたものとかでもいいですよ ね、 いいですよね、はい、うん、いろいろ筑前煮で炊いたものもピンに刺して一つずつね、はい、しとくと取りやすいですし ね、 取りやすいし、ね、お酒を飲みながら片手でいただけますので、きっとこれもですね、お家でそれぞれのピンチョスができると思います。すごい、とっても高カロリーなピンチョスもあったり、ね、はい、ヘルシーなものがあったりとかあります、はい、そして横にはですね、まあ、先ほどいろいろなものがありましたので、マリネなんかもどうでしょうか。マリネね、食べやすいですよね、はい、私大好きです、はいはい、お刺身で魚介類が置いてあると、うん、どうしても醤油やわさびをつけて、そうそう、ね、ちょっと面倒ですけれども、大皿にもう綺麗に盛っておいて、レモン汁とかね、お塩とかかけとくだけ で、 で、ね、はい、しっかりと味もつきますし、美味しいし、見た目もいいですしね。白身の魚の方が合うかな。いいですね、はい、白身もいいですよね、はい、タコとかでもいいですよね。あ、なるほどね、はい、はい、そしてそれ以外にスープ類はいかがでしょうか。アクアパッツァとか、白身の大きなお魚を使ってアクアパッツァとか、ブイヤベース、伊勢海老が入るといいんですけどね、トマト煮込みのような、豪勢です ね、 ね、それも、あ、トマトって煮込むととても美味しいですよ ね、 美味しいですよね、はい、そして春巻きとかはいかがでしょうか。春巻きもいいですね、はい、春巻きの皮はいろんなことにね、はい、使えますからね、はい、揚げ春巻きも生春巻きも、そして手まり寿司などもいかがでしょうか、ね、ぜひぜひ参考になさってください、はい、今まで言ったものは結構手間がかからないものばかりですのでそうですね、これから忙しいシーズンですので、はい、ぜひともお役立てください、はい、マミのヘルシー情報でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いてです、はい、最後ですけど、はい、そうです、はい、もう1年振り返ると、はい、振り返ると本当に短いな、はい、長いなっていうどっちか分かんないんですけどね、来年も頑張ってやり遂げたいなと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、そしてまるちゃんから情報です、はい、私の家のすぐ近くに窓から見えるところにあるんですが、はい、京都大学防災研究所の阿武山観測所、はい、私たちは通称地震観測所って言ってるんですけれども、そこの中が、見れます、見学できますので皆さん行ってください、はい、12月は11日17日、2日間、10時からと1時半から1人でも行けます、はい、各回約120分あります、はい、そして3日前までに、
電話かけてください、はい、050-3171-7944 です。10名以上の団体でしたらね、いつでもご相談に乗りますということですので、一度私たちも中覗いてみたいなと思いますの で、 そうです、ね、また来年は来年でね、はい、あの見学できる日程が、はい、紹介されると思います、はい、ぜひ行ってみたいと思います、はいはい。今年もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。2017年もよろしくお願いいたします。どうぞ良いお年をお迎えください、はい、今回もお相手は丸山恵子と吉野真美でした。それではまた。